はい、どうもこんにちは、橋本純也です。今回はですね、これを購入してきました。福金運大吉とかありますね。で、裏にはね、貯めればその分夢が叶うって書いてあります。読めるかな。で、福って書いてありますね。これはですね、何かといったら貯金箱なんです。お札が入る貯金箱です。というか貯金缶って書いてありますね。箱も缶も一緒だと思うんですけど、ね、箱の形してます。で、これね、満タンにすると150枚から200枚入るそうです。で、1万円札でやると150万から200万開けていこうかなと思います。はい、こんな感じです。ここから千円札を入れますね。入れます。開口部がね、ちょっと分厚くなってるので、例えば20枚とか一気にポンって入れても多分入ると思います。これのサイズに合うお金なら入ると思います。ほら、だいたいすっぽり入る感じ。1万円札でも入ります。これね、どこで買ったかっていうと、この貯金箱と同じダイソーさんで購入しました。これならね、でも本棚とかにポンって入れておけますよね、こう。ということでね、今回はお札で貯金ができるお札、貯金缶のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、評価の方よろしくお願いします。これから先プレゼント企画もね、ちょっと考えてたりもするので、どういう形になるかちょっとまだ分かんないんですけど、またちょっと考えてはいます。なので、まあ、チャンネル登録の方ね、していただけたらなと思います。チャンネル登録してもらうと、その情報がいち早く分かって、すぐにでもコメント欄に受けたりとかするので、チャンネル登録していただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。